よしよし。これですね。はい。ロックマンウルトラ。はい。これは、確かね、前一回やった時途中で終わってたような気がするんで、もう一回やりたいと思います。ちゃんとね、すべてのステージやりきりたいんですよ。チーター、ビギン。チーターって何？あ、パスワードか。ちょっとパスワードはいいねんて。リセット。はい。あ、これは、ロックマン X5 かなんかのあれですよね。今の音楽。そうそう、こんな、これロックバスターの打ち方が違うんですよ、いつもと。まあ、この前やったような気がするけどな。これ激ムズ系なんですよね、これ。かなり激ムズなんですよ。あー、また生き返った。これもう 6万X の曲ですもんね。あ、やばい。むずいわ。回復は結構出るけどな。ジャンプが出た。いや、もう出すぎやで、カエル。カエル地獄やな。やばい。そんなダメージは大きくないけどさ、ギリジャンやな、ここ。やっといけた。あ、これ一発で倒せるんや。貝がこう飛ばないんや。あれ？こっち下降りるんか、これ。あ、あの橋が降りていくのか。前回やった時ここまで行かなかった気がするけどな。あれ？あと2機や。これ怖いな。明日からあのでかい魚出てきそうな気がする。あ、出てこないか。あ、こいつ倒せるんや。これ、オリジナルロックマンだったら倒せないですからね、こいつ。無敵ですから。いい感取れるかな、あれ。あ、ちょっと、アイテムないと取れなさそうな気がするな、あれ。怖いな、これ。頭落ちそうで。あ、いけた。もうこいつと違う攻撃の仕方になってるやん。左右に揺れてるだけの敵やったのにね。下からは何も出てこないのはまだいいけどな。ああ、戻んねや、これ。めんどくさいな。なんかあれやね、カエルの最初のところめっちゃむずかったのに、急になんかちょっと緩くなったな、面が。難易度的にね。もうここをちょっとポンポンってジャンプしていかなあかんってことやな。
こういうことや。あーでも無理や。どうせ、どうやって行くのあれ。どうやって行くのよあれ。あ、そうか。その前のリフトから行く、ピョンポン、あそこに乗った方がいいのかな。でもスライディングできないしね、これね。あー、しまった。間に合わんかったっつうか、これスクロールするから間に合わへんのちゃうの、これ。スクロールしてから乗ってすぐジャンプしなあかんから、これ。結構、なんつうのかな。こういうことか。あー、それでもいけなかった。え、どうやって行くのあれ。ちょっと物理的に難しいと思うけどな、今のは。だってあそこ乗っても、つか、あそこでギリギリでこう、あれするのかな。ジャンプする感じやね。あの、あそこの壁に頭ぶつけてね。めちゃくちゃテクニック的に難しいやんか、これ。こう、端まで行って、お、あー、そう、今のタイミングでジャンプしなあかんですね。今乗った時に。めちゃくちゃ難しいテクニックやんか、おい。それまでずっと、これエンドレスに続くってことやね、これ。死ぬこともなくね。ある意味、立ち悪い面やな。これ乗ったらすぐジャンプやな。あー、それでも無理や。これむずいで。これね、ここでね、ギリジャンに頭ぶつけて乗るって感じだと思うんですよね。ちょっとこれテクニック的に無理っぽいからやめとこう。うん。ずっと永久に続くだけやから。はい。エアーマン。うわあ、すごい。ロックマン3のワイリーステージの、始まり方になってる。しかもこの曲、ロックマン4のコサックステージ2の曲ですね。2番目のコサックステージの曲で。危ね。あ、そうか。こいつが出てくるのか。そう、コサックステージ2のね、神曲ですね。あー、しまった。ギリギリか、これ。友達のね、チャットが来てるんですけど、ちょっと飛ばします。もう回復取らせてくれなかったな。よし、ここで取れてよかった。あ、これ武器がないもんな。あ、こうやってこれで倒せんの。あ、なんや今、あの根っこに当てないと倒せないと思ってたから、あれで倒せるんや。これギリジャンやったなぁ。ちょっと軽くさっきジャンプしたからね。結構なギリジャンでしたね、これね。こうか。あー、無理や。
これ届かんのじゃん。ちょっと結構残機あるな。1アップさっき取ったからや。消せるんですよね、こいつ。そういえば、あ、でもこのゲームは消せないのか。ちょっとここでクイックセーブしよう。あー、しまった！何やっとんねー。リセットしてもうたかな。もうええわ。もうええわ。はい、違う面やろう。はい。おお、今ブルースに2体ついたな、今。あ、これ、この敵、ロックマン4の敵ですよ、このでかいやつ。あ、ブルースじゃない、あ、ブルースか。ブルースの、ブレイクマンに、じゃない？ブルースの、あ、ロックマン3の時で、ブレイクマンになってたんですけど、そのブレイクマンでしたね、今のね。盾持ってるって、めっちゃ強いやん。これでしかもスパークマンステージの曲ですしね、ロックマン3の。この面初めてやるような気がするな。多分初めてですね。しかも攻撃力めっちゃ強いやんこいつ。やばい、これは無理でしょ。めっちゃ攻撃力あるね、こいつね。しかもこいつ弾撃ってこない敵やったのにな。弾撃ってこない敵ですからね、このでかいやつね。ギリギリじゃんやもん、僕も。ここで戦った方がいいな、これ。当たってない、あ、当たってないじゃん、これ。あ、当たってるか。うわ。厳しいでこれ。もしそれしかない。おーえー、はよどけよな、あのブルース。ユーローズって出るんや。ユーローズか。次、じゃあここヒートマン。おお、これは、ロックマン X3 の、ババマーク2の、面の曲ですね。かっけえな。かっけえな。あ、しまった、やばい。よしよし。かっけえ曲やね。あ、こいつか。嫌なやつやな。うわぁ、めっちゃ敵多い。ちょっと待て。厳しいやろ、これ。ずっとついてきよるよな。あ、やばい！これは厳しいで。これなぁ、微妙な位置にいるからな、このこいつが。タイミングが間に合わないんですよね。あ、やばい！めっちゃむずいなぁ。
あー、しまった。はい、ユーローズ。次ここウッドマン。あ、マリオや。しかもクリボーがあれになってる、バットンになってるやん。これゾゾキッサも出ないよね。しかもこのノコノコは巨大ノコノコですね。巨大化のしたノコノコですよ。しかもこれステージ構成マリオの1の1と同じような感じになってるし。敵がめっちゃ多い。ツリーあるけどね。降りるのか。降りるんだ。そんなめちゃくちゃ難易度高い面でもない。あ、ヒラーできた。あ、クリボーでかくなったよ。あ、キラーは出てこないんや。クリボーがね、飛び道具売ってくるとはね。これ乗れるのかな。あ、乗れるよね。乗れるとか。キラーが撃ってこない代わりにクリボーが撃ってくるという感じなんでしょうね。おお、キラーいるやん。しかもファイヤーボールが出てて、黒いファイヤーボールやった今。そうか、キラーからキラーが出るんじゃないんや。うわ、散らばっていく。あれあれやね、ピピの性能になってんね、あのキラー。うん、完全にあの鳥のピピっていう鳥のね、性能に近い感じになってる、攻撃の仕方が。うわ、厳しい。もうボスの手前まで来てるけど、やばいな、これやられるな。V の字になってる。ボスまで行きましたけど。ウッドマン。あ、そうか、ウッドマンね。うぅ、早っ。リーフシールド早っ。なんか勝てるわけないだろう。これ乗れないの？これ背景なんや。すげえ。しかもロックマン3のね、ワイリーステージのボス戦の曲になってるな。あかん、くそ。タイミングは読めないな。チャンスが少なすぎる。当てるチャンスが。これ弱点武器ないと無理やな。メタルマン。
うわ、ガッツマンのね、ガッツマンの曲になってるね。しかも面の感じがロックマン3のシャドウ版ステージにちょっと似てるというか。あ、違うか、マグネットマンステージに近いかな。このなんていうのかな、この地形がね、地形がマグネットマンステージで、見た感じはシャドウマンステージにちょっと似てるというか。おお、ファイヤーマンの曲になった。ガッツマンステージとファイヤーマンステージの曲がミックスされてる。これね、ベルトコンベアみたいになってるんですよね、あれが。あ、こいつは原作のやつより弱いな、耐久力が。こいつ原作のやつもっと強いからね。いや、ガッツマンの曲とファイヤーマンの曲をミックスさせてるのって結構イメージが合ってるね。で、このファイヤーマンの曲もメタルブレードの音が混じってるんですよね。やばい、うわ、これむずい、これむずいわ。あの光ってるところね、あのベルトコンベアみたいになってるんでね、難しいんですよ。うわ、息をこっちに進む感じになってるからめっちゃむずいじゃんこれ。こういうことやもんね。うわ、あー難しい。敵がいるからタイミングがおかしくなるんですよね。こうジャンプしてもこうするけども、これでダメージ受けるからちょっとねバランス崩れるんですよ。うわ、こっちは逆なんや、スクロールが。スクロールというかあれが、足場が逆に流れるんや。これはむずいわ。フラッシュマン、これはもう完全にロックマン5のクリスタルマンステージにかなり似てますね。音楽はロックマン X3 のね曲ですね。アイスのステージの曲ですね。あいつ一発で倒せんね。この敵に本当はオリジナル 2発なんですけど、2発でバラバラになる敵ですけどね。雑魚敵はこのゲームちょっと弱くなってますね、オリジナルよりね。うん、雑魚敵っていうか、あ、またこいつ出てきた、このブルースのやつ。まあスナイパージョーみたいな感じの強化版みたいな感じになってるんですね、多分あれ位置付けとしては。これ何、背景かこれ。あかんな、背景ちゃうな、動かないんやあれ。あ、壊せんのか、そらし分からんわ。あー、しまった、ギリギリなんやこれ。こっからかい、無視していこう。これ倒せるんや、オリジナルだったら倒せないですけどね。いい感があるけど取れないよな。うわ、強えな。うわー、こいつ出てくんの厳しいなー。体力ない状態であいつが出てきたら、あー、あかん、食らってもうた。こいつ攻撃力が強いんですよね。
もうめっちゃ減ってまうから厳しいよこれ。ゲームオーバーかな。はい、はい、次ここね、クラッシュマン。うわ、ドリルマンステージ見た感じは、しかもエディ敵になってるし取れないもんね、これアイテムないから。この曲もロックマン X6 のあれですよね、あのミジンコの面ですよね、インフィニティミジニオンの面の曲ですね。ビキングズステージでしたもんね、あれも。あー、むつい。難しいな。エディ倒した方がいいな、先に。エディ倒して、あーでもこいつ出てくるからな。今行こうとしたら出てきたから怖いな、これ。これいくらでも出てくるからね、こいつら。間に合わないな、これ。よし、まあ。ただこれ、ここのエディどうやって越えるん？あ、向こう行ってくれた。助かったな。あー危ね、今死んだかと思った。まあまあ基本はメットールと同じ性能ですもんね、このエディは。うわ、いっぱいいる。あ、回復取りたい。あ、取れる、ここでも。あの位置アップも取りたいけど、よし取れた。怖いなこれ。よし、うお、早っ。こんなん無理に決まってるやん。これ倒すやつか。あ、倒せばいいんや、これ。倒せばよかったんや。あ、これ、え、これどうやっていくの、これ。え、どうすんのこれ。え、こっからか。ちょっと待って、今のどういうことや。アイテムないから上には登れないもんね、これ。登れないもんね、これ、こう登、ああ、しまった！何やっとんね。これ、登って、何これ？よくわからん。これで全部やったっけな。ここ、今さっきこの面やってたんやったっけ。あ、そうそう、ここやったん、はい。じゃあこれは一通りの面ね、プレイしたんで終わりです。